年次大会の参加報告を、松本が行います。自分が興味を持った発表についてですけども、最初に挙げるのはこちらの2点で、空間配置課題における物体の向きを含む指示表現の解析が1つで、空間意味技術を対象にした CCG に基づくシフトリデュースパーサーの開発がもう一つになります。まあ、こちら共通して空間の、空間の表現が、含まれた文を、解析して、解析を行うまでの内容になっています。で、一つ目の方は、既存の、アノテーションの方法に対して、改善を行い、その改善案がどのくらい、うまくいくかということを、発表しています。でもう一つは、指示文に対して、例えばその こちらの2件目の方は、対象とするのが、自動車などを、自動運転させる際に、運転者が車に対して、あそこの駐車場に停めてという指示文に対して、その指示文を解析するということを目的としていると。で、その場合において、その指示文に対して解析を行う際に、まず最初に CCG を使って、ある規定の、規定とする、なんだエレメント を規定とする、構文文法、CCG からなる、ものを使って、解析を行います。でその後に、また異なる、SDC と呼ばれる、スペシャル、ちょっと待ってください、スペシャルごめんなさい、SDC と呼ばれるものに、CCG解析を行った結果をそのまま SDC という機構造に落とし込み、でそれを、評価を行う。でその SDC に落とし込むことのを、ここのシフトリデュースパーサーの開発になります。で、すみません、1件目の方の 発表は、こちらは自動車運転に対して、こちらは、引っ越し屋さんのを、まあ例文としてよく使われてたのが、引っ越し屋さんの、例えばこう指示する人 と、それを指示されて受けてそれを動かす人に対してのその指示文の解析を行うことを目的としています。で、1件目の 改良点としましては、今までにあったものに対して、今まで使われてたアノテーションの方法としましては、物体と位置における、アノテーション、要するにその指示に対しての位置関係を把握するような、アノテーションが行われてたんですけども、そのアノテーションの中にはこの物体の向きなどに関してのアノテーションが行われておらず、それでは、この、空間把握をするのに、難しいためにその向きを入れることによって改善を行っています。でそれぞれにおいての結果は、まあうまくはいってるんですけども、ただ、問題点として挙げているのが両者ともに、やはり道後に関しての解析がやっぱり難しいということで、とどまっているという状態になります。そうですね、はい、で、この2件に関しては、そのような内容になっています。で、次に、紹介したいのが、まあ、資源やツールに関しての発表で、一つに TRF テキストの読み方の解析ツール、これは、今までに、もうすでに研究されて、発表が行われた、評価尺度をまとめたツールになっています。でこれは、日本語にも対応するようになっ
ているなっています。で、もうすでに公開されているようになっています。で、評価尺度の種類は、14種類かな、確か。ちょっと今、はい、思い出する数は確か14だったと思いますね。で、14種類の評価尺度を使って、そのテキストに対しての、読みやすさを、それぞれで評価しています。で、こちらのもう一個の方の、発表は、もうタイトルにあるように日本語日常会話コーパスの構築を行うものなんですけども、これは、家などに、家族 の、 そのダイニングテーブルなどに、ビデオカメラなどを設置して、その家族の会話を録画収録するということを行っています。で、期間としましては約3ヶ月間、それを 4、5 回に分けて、収録を行っています。そこまでしかちょっと聞いてないので、まあ、はい。で、続いて、企業での言語処理の利用についての、発表もあり、これにもちょっと面白かったので、挙げさせていただきました。で、企業といっても、もう両方とも同じ会社なんですけども、社内データに基づくイノベーター人材のピックアップと、定量調査のための意見調査コーパス構築への取り組みですけども、1件目は、社内データを用いて、イノベーティブな人材をこう抽出する方法を、述べています。で、その方法としまして、9つの、評価尺度を用いています。で、例えば、その人材の、学習能力を測るものであったり、主体性などや、あとはその人が、述べるコメントにおいての、独創性で、その最後のこの独創性をどうその、言語的に、調べているのかというのが気になって聞いてたんですけども、確か、すみません、うろ覚えなんですけども、企画書などにおいての、名詞などの、頻度に基づく、要するにレアなほど、まあ、独創性であるということで定義付けしています。で、もう一つの定量調査のための意見調査コーパス構築の取り組みの内容に関しては、自由文から、意見文を抽出するための、方法の紹介になっていて、これに関しては、意見だという名詞に対して意見タグを付与して、でそれで、その係り置き関係にある、句を取り出して、で、その意見だということで、抽出を行っています。はい、以上で自分の発表は終わります。